私たちは生き延びる方法を知らない状態でこの世に生まれてきます。生き延びる方法を知らない私たちが生き延びるためにまずやるのは他人の真似をすることです。自分より年上の人というのは自分より長く生き延びているということになります。年上の人は自分より長く生きているのだから自分より多く生き延びるための知識を持っているということになります。大人というのは自分よりかなり長く生きています。子供にとって大人はこの世界でかなり長く生き延びることができているすごい人ということになります。なので子供はこの世界で生き延びるために大人のしていることの真似をしよう、大人の言うことを聞こうと思うようになります。子供は生き延びるために大人の価値観を必死に吸収しようとします。大人が一度始めたことをやめるのはダメなことですよと言えば、一度始めたことをやめるのはダメなことなんだと素直に受け取ります。嫌になってやめるのは恥ずかしいことだ、やめたいと思うのは自分が弱い証拠だ、そんなに弱いとこの世界で生きていくことが難しくなるなどといった大人の考えを子供は何の疑いもなしに自分のものにしようと取り込んでいきます。大人の価値観に沿って生きるというのは子供の時の自分が生き延びるための戦略です。そのような子供の時に身につけた生き延びるための戦略が大人になった自分が幸せに生きることの邪魔になることがあります。この環境に居続けたらどんどん生命力が失われていく、だから逃げたいと思っても逃げるのはいけないことだという子供の時に身につけた価値観が邪魔をすることがあります。人格否定をしてくる人間、暴力的な人間、奴隷のように扱ってくる人間から逃げたいと思っても、逃げるのは恥ずかしいことだ、逃げるのはかっこ悪いことだ、という思いが浮かび上がり、逃げることができなくなることがあります。子供の時の自分の最優先事項は生き延びることです。だから、自分より生き延びるための知識を多く持っている他人の価値観に沿って生きることは、理にかなっています。大人になった私たちの最優先事項は生き延びることから幸せに生きることに変わります。人生の目的が変わったのだから人生の戦略も変える必要があります。嫌なことを我慢し続けていたらどんどん不幸になっていきます。だから一度始めたことをやめるのは恥ずかしいことだという価値観を捨て去る必要があります。嫌だと思ったことをやめるのは自分を幸せにするために素晴らしい方法だと書き換える必要があります。大人になったあなたは子供の時に身につけた生き延びるための価値観を持ち続ける必要はありません。今のあなたが幸せになるために必要のない価値観はどんどん手放していきましょう。あなたはどんな時でも自分を幸せにするための最良の価値観にアップグレードすることができるということを忘れないようにしていきましょう。